はい、それじゃあ前回に引き続いてね、水月強化でいいのかな、強炎刀来たの羅刹級行くね、再三申し上げるんだけど、魔導士のキャラに、破滅級の報酬でもらえる杖を進化させて、それを装備して破滅級をクリアしないと羅刹級っていうのは出ないからね、本当に何回も口酸っぱくして言うんだけどね、そこだけは注意してね。今回なんでかわかんないんだけど、その星に願いをの3キャラ揃えてきたんだけどね、ちょっとイグに使いたかったんだけど大丈夫かな。エース2がバフだよね。ワクワクする。チャージショットいいね。ここでタゲ取れるもんね。ああ、まあちょっとせっかく新規なんだからねえ、攻撃ワフ10秒じゃなくて、まあ25秒か30秒ぐらいにしてほしかったなっていう気持ちはあるんだけどね。ネタキャラにそこまでやっぱりしてくれないね、運営さんもね。超痛い。よいしょ。ボコられちゃう、ボコられちゃう、ボコられちゃう。おにぎりいいね。いやー、消耗しちゃったな。よし、おお、バードさんに撃っちゃう、そんなの。よいしょ。ほんとチャージショット便利だよね。確かドラゴンだよね、あいつ。ここ倒すと出現するのは。あ、タフだな、やっぱり。あ、当たってない、やるじゃん。よし、倒れた。イエーイ、チャージショットいいよ。これ多段ヒットになって SP の回収もできるようになったのがいいね、チャージショット。しずくさんがちょっと消耗してるな。これで満タンになったね。そんで誰使おう。これで間に合うかな、チャージやってるだけで。あ、間に合っちゃう、間に合っちゃうね。おっと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 、開いた。痛い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 よ。ちょっと癒すね。
頑張れ弓対決。あーあーああ。どうしよう。行って大丈夫かな。うわあ、えらいことだ。あれイグニだったら倒れてたな。おっとっとっと。ちょっと癒しとこう。でパンちゃんもちょっと SP 回収しとこうか。わあ、もういいよね、任せてくれ。そんでどうしよう、こっからどうしようかな。イグニのチャージで頑張ろうか。あー、暗闇は嫌だ。おお、イグニ強えな。すげえ、連続でノックバック発生してるね。ほら動き止まっちゃう。キャーあしまった、2A の方だったか。おっと、あ、しずくまずいね。あー、しずく突っ込まないで。あー、ちょっと癒しとこう一回。あーあー、スタンしちゃった。ちょっと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 、イグニで一生懸命やってる場合じゃないな。あ、急に雫動き出したね。なんだよ、もっと早く動けや。いや、イグニほんと便利だね。ちょっと声がムカつくね。あ、そういや、ソロでやんないとダメなんだね。サブミッション忘れてた。まあいっか、どうしよう。私しずく持ってるから、しずくでやってみようかなね。じゃあ続けてちょっとしずくでやってみるね。
はい、そんじゃね、しずくで羅刹級行こうか。まさかの記念キャラ持ってるっていうね、たまたま。危ないよ。とも、しずくって本当今でも強いよね。もう5000万ダウンロードとか言ってるのにね、3500万ダウンロード記念キャラが未だに強いって驚異的だよね。言っていいかな、言って良さそうだね。ああ、カニさんが荒ぶってる。いけ。あ、仕留めれてなかった。これはひどいな、しずくほんと強いな。いまだに強いって化け物だな。3500万 DL 記念キャラが5000万 DL のイベントを やってる現在ね、まだ強いとかってほんと頭いかれてるわ。これでサブミッション全部いけたね。よし、そんじゃあ、終わろうね。挫折級まで行ったし、なんかこれで良かったのか良くなかったのか、完全にゴリ押しでやったんだけどね。まあいいよね。ね、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。